いっちゃうよ。はい、どうも皆さんこんにちは、森森です。今回なんですけども、今回はフォトショップでパースをスケッチ風にする方法について紹介していきたいなと思います。普通に 3D のデータをツインモーションとかで出力したら、こんな感じで出ると思うんですけど、こういうテイストも飽きちゃったよっていう人とかね、手書き風に見せたい方とかいらっしゃったら使えるかなと思うので、ぜひ最後まで見ていてください。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでやってきました。ここから順番にやっていくので、ゆっくり見ていただいたらなと思います。早速やっていきます。まずフォトショップで加工したい画像を持ってきたら、こんな感じで表示されると思うので、最初にレイヤー1のところ背景っていう風に名前書いてもらって、でこれでロックしておきますね。でここから、次編集していくんですけど、まずは、レイヤーから新規塗りつぶしレイヤーのベタ塗りを選択してもらいます。で、ここでのカラーなんですけど、コードをちょっと入れていきますね。スケッチ風の色味になるような色合いでやっていくと、 D6CDB2、 この色合いでやっていきます。じゃあ OK です。名前は何でもいいので、カラーとかにしといてもらって、で次ですね、次は元の背景をコピーします。複製しますね。右クリックからレイヤーの複製です。でこれを上に持ってくると、でこの背景のコピーをフィルターから、フィルターギャラリーっていうところを選択してもらって、で、スケッチですね、スケッチのコピー選択します。で、ここの値をディテール1、暗さ25で OK にしてください。それができたら、次はこの上ですね、数乗から、乗算に変えます。名前は、英語でベースにしておきます。はい、じゃあこれをまた複製しますね。複製したものを編集から自由変形ですね、こちらに触ってもらって、ここのワイドとハイ、大きさをここのチェックを入れた状態で 105% にします。ちょっと大きくするって感じですね。で不透明度が 14% に合わせます。でまた同じですね、元のベースの方を複製してもらって、次はさっきと同じ繰り返しです。自由変形からここを 95% にします。さっきより一回りちっちゃいものができました。でこちらも、名前は、ちっちゃいのでスモールにしておきましょう。で透明度が 14% で、ここからまた違う作業なんですけど、で次に、元の背景レイヤー複製します。これをまたフィルターで、次フィルターギャラリーのスケッチじゃなくてアーティスティックのカットアウトを選択します。でレベル数8、エッジの単純さをここで5にしてあげて、正確さを1で OK です。でこれを次はフィルターの表現手法の輪郭検出を選択します。でこれができたら、次にイメージですね、イメージの色調補正から彩度を下げるを選択します。これで先の色がなくなりましたね。でこの名前は1つ目、1番目01にしておきますね。で、この通常から焼き込みカラーで、で不透明度は、30% にしておきます。で今作ったこれをあと5回やっていきますね。
で、5個目までできたので最後ですね、6枚目作っていきます。まあ元のやつ背景コピーしてもらって、フィルターのフィルターギャラリーで、カットアウトのエッジの単純さが最後10ですね。でフィルター表現手法、輪郭検出で色調補正、再度下げるで焼き込みカラーで、最後は不透明度が 7% でお願いします。で最後なんで6番目です。はい、これで一通り完成しました。で、1から6番の順番なんですけど、ここだけ変えておきます。で、これを1から6番まで選択してもらって、レイヤーからのグループ右クリックですねを押しますね。で名前なんですけど、ここラフスケッチにしておきます。これで、ラフスケッチの方ができました。これが増えたことで結構手書きというか、この綺麗さ、線の写真から撮ってきたこの綺麗さっていうのがなくなって、スケッチ風に見えるのかなと思います。でここからどんどんまだやっていきますね。また背景をコピーしてもらって、でまた背景のコピーをフィルターから表現手法で輪郭検出ですね、こちらを押してもらいます。でイメージから色調補正の再度下げるですね。で、次にフィルターのフィルターギャラリーを選択してもらって、で次はアーティスティックのブラシストロークから、ストローク斜めっていうのを選択して、方向のバランス50、長さが10、シャープ10で OK します。でこれを乗算にしてあげて、不透明度は 12% です。で名前はシェーディングにしておきます。でまた背景のコピーしてもらって、影をもう一つ作っていくので、さっきと工程は同じようにやっていきます。でフィルターギャラリーが、次がブラシストロークの網目ですね。網目にしてストロークが10、シャープ10、強さが2で OK です。でこれも、乗算にして不透明度は 5% で、これがシェーディング2ですね。でまあ影の順番だけ入れ替えてもらって、こっち1にしとこうか。はい、次が、新しいレイヤーを作ってもらって、次ノイズを足していきますね。で、何もないレイヤーなんで、ここに黒で塗りつぶしていきます。で黒の塗りつぶしは編集から塗りつぶしがあるので、洋画色で、今黒なんでこれでこのまま OK です。はい、でここからノイズを足していくので、フィルターから、ノイズですね、でノイズを加えるを選択します。で量が 20% でガウス分布でグレースケールノイズにチェックを入れておいてください。これで OK です。で、通常からスクリーンに変えてもらって、不透明度が 64%。 はい、でここまでできたら、まあ、結構もうすでに元の状態と比べるとスケッチ風になってきてるので、まあ、あとは調整になっていきます。ここからやっていく、まあ、調整の値とかは好みで変えてもらって結構です。じゃあやっていきます。でまあここからはもう調整なんで、調整はね、下のこの半月マークから調整レイヤーがあるので、まあ、トーンカーブを使って、でここレッド、グリーン、ブルーってあるんで、それぞれのね、値を変えていくことで色味が変わっていきます。こう下げすぎたら変な色になったりとかするんで、まあ、このどれぐらいの雰囲気にするかはもう好みで決めてもらって大丈夫です。まあ、これぐらいでいいかなと思ったらまあ終わりですね。若干なんですけど、本当、まあ、ここはもう若干の変化です。で、次レンズフィルターいきますね。でここウォーミングフィルターとか、クーリングフィルターとかあるんですけど、この色合いがね結構変わっていくんで、この辺ももう自分好みにしてもらって大丈夫だと思います。僕は今回これでやっていきます。で次が、グラデーションマップを選択してもらって、これでグラデーションがつきます。通常から、ソフトライトに変えておきますね。で、18% に変えておきます。本当ここの値とか微妙な変化は色味とかに合わせてもらえればいいと思うので、全部真似する必要はないです。で次が自然なサイドで、まあ、ここ見ながらでいいので今回はこれでやっていきますね。で次に、レベル補正ですね。この辺の値も
どれぐらい変えるかはもうお好みで大丈夫です。でここまでできたら最後に、少しだけまだちょっと薄い部分とかっていうのをはっきり見せるために全体を、複製します。これで今全体が複製しました。でこの全体のやつは、フィルターからその他のハイパスを選択してもらって半径が2ピクセルぐらいで、OK です。で通常からハードライトに変えておいて、で不透明度は76でやっておきますね。はい、でこれで、一通り完成しました。元の、ものと比べてみると、最初はねこういった感じの、普通ですね。普通に出力した 3D で出力した見た目からこれスケッチ風ですね。どうですかね、結構スケッチブックに書いたような感じのテイストに近づいたのかなと思います。普段のね、普通の 3D、CG のテイストじゃない雰囲気で仕上げたい方はこういうのをやってみるのもありかなと思います。で最後これにちょっと着彩したのもあるんでそちらもちょっと見ていきます。はい、これがね着彩したやつですね。もうなかったらこんな感じなんですけど、元の画像から、ちょっと色合いとかは取ってきて調整してあげたのはこんな感じで、まあかなっていう、結構手書き風スケッチ風で、色合いも優しい感じで、かなり印象が変わるかなと思います。これ僕課題ゼミの課題でその古民家を作ったんですけど、古民家であったり、結構柔らかい雰囲気を出したい方とかその CG との差別化を図りたい人はこういった雰囲気で作るのもありかなと思います。作品に応じてね作り方変えれた方がいいと思うんで、今回はこういう紹介になりました。今回の動画も良かったよって思った方は、チャンネル登録と高評価の方をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。